フランス在住で少子化について、フランスでは LGBTQ やシングルマザーを含めたすべての43歳未満の女性を対象に、不妊治療の全額を国が出してくれます。若者の賃上げも少子化対策で大事ですが、フランスのように大会受精全額支給という、これくらいの思い切ったやつも大事だと思います。生まれたり1000万円も素敵なんですが、そもそもお金がなくて不妊で苦しんでいる女性もいいかと。古木さん、ご見解をお聞かせください。うんと、その、えっ、ー、と、まあ別に不妊治療の全額を出すこと自体はそれなりにいいと思うんですけど、ただ、 本質的には僕ちょっとずれてると思ってて、その、日本の場合って、結婚の、あの、えっと、結婚の年齢の平均が30代超えてるんですよね。なので、初婚でだいたい30代で結婚するっていう人が、30、 ぐらいで結婚する人が多いいっていう状態でであのまあ動物というか生物学的にやっぱりその35ぐらいまでに子供を産まないと高齢出産になってしまって子供産みづらくなるよねとかその,あのその染色体以上の割合が増えてしまうよねっていう状況なのでそので不妊治療する人ってやっぱりその30代だったり40代だったりなんですけど。 本来であれば20代のうちに子供を産むべきだよねっていう話だと僕は思うんですよ。で、不妊治療って、まあその、あのまあ不妊治療ってコストが違うんですけど、そのなんか子供生まれるまでに100万円ぐらい払いましたとかって人って結構いるんですよね、不妊治療で。で、子供を産みたいんだったら20代の時に産もうとしてればその100万円かからなかったんじゃないですかっていう気がするんですよ、僕は。なので、その、 えと不妊治療にお金を払って出生,率その出,、えー、と出生率を上げた方がいいよねというのはそれはそれで正しいと思います。ただそれは対処療法としてやってることであって僕は本質的には20代の男女が子供を持てるようになる社会にした方が正解で,で20代ぐらいで子供を産んで,でそれなりにその子供は育てた方が普通に社会に戻って仕事ができるという環境を作った方がいいと思うんですよね。その仮に40代で子供生まれて 子育てって体力仕事なんで、体力的にかなりきついんですよね。要はその、じゃあ、10代って、じゃあ15歳とかでヤンキーになりました。で、43歳で子供を産みました。その時お父さん58歳ですよ。もう15歳の中学生とヤンキーと、喧嘩したら58歳のお父さん負ける可能性あるんですよ。でも、あの、要は男の親がある程度、 力で抑えつけるといあのあまりそれをこう認めない方もいらっしゃると思うんですけどその父親を乗り越えるという経験っていうことによってその自分がある程度その大人になるっていうのもあったりするんですけど自分のお父さんがそれなりに強くてでかい人だから乗り越えることに意味があるんですけどなんかあのちょっとしたら倒れちゃうおじいちゃんだとその父親を乗り越えるっていう自分が大人になったという感覚が持てなかったりするんですよね。 <laughs> 宮台真司さんは強すぎるからまあ別にどうでもいいですけどなのである程度やっぱりその体力的にそのお父さんには勝てないよねっていう状況があってでもそのお父さんにも勝てるようになったよねというのでその自分の成長だったりとかその力というのはその正しい方向に使わなければいけないのだっていう認識をするっていうのもある程度必要だと思うんですよシングルマザーの人すいません。はい っていうのもあるので、僕はやっぱり20代のうちに子供を持てた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、で、そのにあの日本人は、えー、と1人の子供の人が多いんですけどあの、本質的には出生率は2以上じゃなきゃいけないんですよ。2.1以上じゃなきゃいけないんですけど、なので3人産まなきゃいけないんですよ。あの本質的にその、えー、と日本を持続可能にするのであれば。 まあ2人の人もいいんですけどで3人産もうとするとやっぱり20代から産み始めないと3人産めないんですよ48歳で1人産みましたでああのまあ、1年経ってそのその次の年に産むってなかなか大変なので2年経ったとしたらじゃあ次45歳47歳とかでもう47歳3人目で3人抱えて子育てできますかっていうともうかなりきついですよ今その あの、ま、その、なんか5キロとか10キロとか十何キロとかなるわけじゃないですか。その子供がね、例えばじゃあ6歳とかになったら十何キロとかで、でもそいつが悪さをしたら、それやっぱりこう、あの、つまみ上げなきゃいけないんですけど、それをそのなんか3人つまみ上げられるかっていうと、20代だったらなんとかなるけど、やっぱり40とか50になったら厳しいと思うんですよ。なので、本質的には僕はその20代が子供を産んで育てる社会にしなきゃいけないと思うので、その、 えっと、不妊治療にお金を払うというのは対処療法としては正しいと思うのですけど、その正しい施策としてはそこじゃないんじゃないかなと思ってるはずです。